小持山は、群馬県の中部にある火山。標高1296メートル。群馬百名山の一つに選ばれている。典型的な清掃火山で、侵食が著しく進行した結果、火山の内部構造である、火山岩系や放射状岩脈が地表に露出しており、地質学の観察に適した山として知られる。可動のマグマが、中上に岩化して垂直に喫立する、獅子岩など、 特徴的な産業をしており、群馬県における小持山の位置小持山周辺の主な地形小持山は、群馬県のほぼ中央部に位置する。東の山麓には、利根川が南へ流れ、南の山麓には、アズ川が東へ流れる。西には、小野小山があり、小持山との間の谷合いには、旧三国街道が通じている。北西部には、な田た川の上流部があり、 その流域は中山盆地と呼ばれる定地になっている。北の尾根は北西から西へと向きを変えて、白山へと連なる。山域は沼田市、渋川市、高山村にまたがる。このうち渋川市は2006年に旧小野上村、旧小餅村と合併をしており、従前は沼田市、小餅村、小野上村、高山村の一市三村にまたがる山だった。山頂は 沼田市と渋川市にまたがる。小持山は極めて典型的な清掃火山である。ただし北関東の火山としては、規模はかなり小さく、山体の基底部は南北およそ9キロメートル、東西はおよそ 7.5km である。山体の体積は6立方キロメートルと見積もられている。山頂は笠上と呼ばれており、一等三角点小持山が設置されている。 標高は1296.2メートル。この山頂部は小持山の本来のカルデラの外縁部に後から生まれた溶岩延長級である。ただし著しい侵食により原型をとどめない。カルデラは標高1000メートル程度の峰となって南北におよそ3キロメートル、東西におよそ2キロメートルの楕円型をしているが長年の侵食作用による解析が進行しており、現在の姿は カルデラの残骸と言うべきものである。小持山の火山活動の裁判期には山頂部が噴火によって粉砕された。その多くは土石流となって南北方向へ流れ下り、北の沼田市の川田町地区では標高800メートルから600メートルにかけて、南の渋川市の小持地区付近では標高500メートルから300メートルにかけて扇状地を作っている。 これらの戦場地地形には、その後に浅間山や春名山の火山活動に由来する火山噴出物が厚さ10メートルの層を形成して堆積している。この著しい侵食の結果、カルデラの内側では、清掃火山の内部構造が露出している。業界岩や業界隠れ岩などは、 侵食を受けやすいためすでに消失し、火山の内部にあったマグマが固まってできた安山岩質の岩脈が地表に現れている。小持山では噴火の時に火口がほとんど移動しなかったため、指定から火口へと稼働を垂直に登ってきたマグマがそのままの形で降下して岩となった。これを火山岩系という。 小持山の火山岩系は、底部の直径150メートル、高さ100メートルの大岩頭となっており、大黒岩、または、獅子岩と呼ばれている。さらにこの大黒岩を中心として、地下でマグマが岩盤の裂け目を伝って放射状に広がったものが、そのまま固まり、岩となって地表に露出している。小山では、この放射状岩脈が本ほど確認されており、そのうち、 特に60本ほどは容易に観察できる。これら放射状岩脈のうち顕著なものには、屏部岩、拳岩などの名前が付けられている。小持山は清掃火山としてはそう大きなものではないが、標識的な火山地形や火山内部の構造が観察できるものとしては、日本国内でも有数のものであり、地質学の学習の場として重要視されている。小持山の最古の噴火による、 岩の路頭がある、綾戸渓谷志願頂上から山頂への尾根を見る。小持山は、古い火山活動による小持火山が、その後の火山活動によって埋没した上、長い年月をかけて、侵食、解析されたものと考えられている。小持火山の活動時期については研究者による学説がいくつかあり、おおむね90万年前から50万年前ほどのものと推定されている。また、 1960年代の研究では、小持山は複数の川火山を持つ複式火山とみなされていた。その後、岩石の年代測定技術の進歩により、1990年代になると川火山と見られていたものは大きく時代が離れていることがわかり、小持山とは別の火山活動によるものと推定されるようになった。今から1000万年以上前、一体は、 新大三期中心夜に海底で堆積した砂岩や業界岩からなる岩盤層だった。中心夜末期から先進夜初期にかけて一帯では火山活動があったと推定され、溶岩が地表に出て岩盤やいくつかの溶岩ドームを作った。この火山活動は、後の小持山火山とは活動時期が大きく異なっており、小持山とは別個のものとみなされている。 この時流出した安山岩質の溶岩、業界岩、業界隠れ岩が岩盤となり、小持山の基盤となった。小持山の火山活動が始まったのは第4期の更新予に入ってからで、最初期の活動は今から160万年ほど前と推定される。この時には基盤となる岩盤を突き破って噴火活動があり、奇跡安山岩を主成分とする溶岩が噴出した。 この火山の姿は、後の火山活動と侵食作用によってほとんど原型をとどめないが、小持山の登録のトネ川沿いの綾戸渓谷付近では、当時の火山活動で生じた火星岩を見ることができる。初期の活動からおおよそ30万年間の旧式を経て、90万年前頃から小持山火山の活動が活発化した。この噴火では、 大黒岩を中央加工として30万年ほど火山活動が続いた。現在見られる火山岩系や放射状岩脈はこの時期に形成されたものである。この時の噴出物は奇跡を含む玄武岩質の安山岩の溶岩流が主体で、これに業界隠れ岩が含まれるのが特徴的である。代表的な路頭地では厚さ二十メートルの溶岩、業界隠れ岩層、 厚さ20メートルの溶岩が層をなしているのが観察できる。60万年前頃から20万年前頃にかけて小持山は噴火を繰り返した。小持山は火山灰、火山歴溶岩を交互に噴出し、裾野の広い藤山型の典型的な清掃火山へと成長した。この時期の火山噴出物からは業界岩、業界隠れ岩や安山岩が生まれたが、 観覧席を含むのが特徴的である。この火山活動の末期には山頂付近にカルデラが出現し、加工湖ができた。さらにこのカルデラ周辺に複数の溶岩ドームが形成された。これらの溶岩ドームは間もなく爆発によって粉砕され、山体上部が崩壊、カルデラ湖の湖水も流出した。この時の岩屑は南北に流れて、扇状地を形成した。 現在の山頂や山頂の南にある頂部はこうした溶岩ドームの残骸である。小持山の火山活動は20万年前頃に収束した。これは数万年前から1万年前頃までに激しい噴火を繰り返した春名山、赤城山、浅間山などの周囲の大火山と比べかなり古い部類に入る。小持山の南北の山にできた山体崩壊に伴う 戦場地の上には、春名山や浅間山の噴火に伴う手札が10メートルもの厚さで堆積している。また、東方にある赤木山の噴火では、噴出物によって利根川がせき止められ、川筋が大きく西へ移動した。これにより、小持山の登録は利根川によって大きく侵食され、あやど渓谷となった。山体やカルデラそのものも20万年の間に、 風雨や河川による侵食、解析により大きく姿を変えた。火山活動に伴って吹き出された火山灰を主成分とする業界岩や業界隠れ木岩は比較的柔らかいために削られ流されてしまい火山の内部構造とも言うべき稼働の岩脈が骨組みのように露出する形となった。こうした解析が最も進んでいるのが南斜面を大きく削って谷を作っている。 唐沢周辺で、この洗浄地の根元部分に、小餅神社が鎮座する。山頂植生小餅山の山域には、自然林はほとんど残っていない。主に、杉、ヒノキや赤松の人工林からなり、これに栗、小なら水ならといった、低山性の樹木や、筒子などの低木が混じる。この他沢沿いの一部に、カイデやケヤキの自然樹が見られる。 このほか特徴的な植物としては、下付け、山尾玉木、座禅草、お宝子、白山お見ないしが見られる。動物小ち山では、5月から6月頃に40種類ほどの鳥類が観察される。主なものとしては山鳥、飛び、キジ、地、赤ゲラ、味噌サザイ、キビタキ、オオルリ、ホトトギス、カッコウなど。他に哺乳類としてキツネ、タヌキ、アナグマ、ノウサギ、ムソサ,サビ、 微スなどが確認されている。山頂からほぼ真南にあたる渋川市川島、金島駅付近からの小持山一般に、奈良時代の万葉集に掲載された、この東歌は、上野国の小持さんのことを読んだものとされてきた。ただし、平安時代末期の五大集歌枕や若い路派といった科学書では、この赤の主題がどこの土地のものであるかは、言及していない。また、 同時期の藤原清介による大義賞ではこの歌を、鎌倉時代後期の不牧和歌賞掲載のこの和歌も小持ちさんを読んだものとされている。演児には室町時代後期の河田城の城主、河田康生の娘で小柳姫といった、沼田城の城主夫人の次女となり長野成政の家臣、末田弥平に嫁ぐも間もなく離別した。18歳の時に読んだ、 この歌が、大町天皇に見出され、大町天皇。これにより小柳は、縁樹と名を改めた。縁樹には後に、馬屋橋上場主となった、滝川和正の和歌の詩となったという。この、縁樹にの和歌が刻まれた石碑は、登山口にある。この捕獲持ちさんを読んだ和歌として、次のようなものがあり、山中に歌碑が設けられている。前橋市。 群馬県庁舎から演奉する小餅火山と小野古火山、中世に成立した新東州の赤木文庫版には、小餅山のこととして、小餅山の名称の由来に関する逸話が掲載されている。これに売れば、もともとこの山は、竹部山と呼ばれていたのだが、伊勢国あの四の地頭、あの安明の死女に、小餅御前という女性がいて、この娘が人通力を得て竹部山に移り住んだ、ことから、 この山を小持山と呼ぶようになったという。一般的には山陽を子供を抱く姿に見立てて小持山と呼ぶようになったとされている。このほか女性器に見立てて小持山と称するとする説もある。カルゲラ中央部が解析され火山岩系である大黒岩が岩頭として山の中央にそそり立つ山陽は中世から主原道による信仰を受けてきた。山中にはごま団、 暗い夜の久保、十二、浅間、仏位は、ボンジュガ岩などの固有地名や石祠が散在し、修験道の山岳信仰の名残と見られている。南山六の戦場地の付け根にあたる唐沢沿いには、小持神社が鎮座する。社源では、主神天皇内市、佐賀天皇の時代の創建都市、新東州は、あの津の小持御前による創建を伝う。 かつての祭神は小持ち明神と言い,い、今の主神は岩島の女命とこの花の作や姫といずれも女神である。女神を祀るのは山陽を女体内し女性家に見立てたものとする説もある。社殿近くには女神と子供の足跡と伝わる仏則跡がある。国家鎮護と受胎安産の神として数形を集め、戦国時代には上杉範明、武田信玄、 北条高弘、真田正幸らが参敬したり、寄信や保護を与えたとの資料が残る。小持参の裾野では、上杉謙信と武田信玄との合戦もあったとされ、武田勢は、上杉勢の水源になっていた小川に毒を流し、勝利を得たと伝わる。その場所には後に、不動尊が建立され、その法力によって毒が消されたといい、毒水よけの不動尊と称する。江戸時代には、 山麓や金傍の村に車両を有したが、周囲は沼田範囲や幕府領、旗本領などが混在し、入会地としての利用をめぐって、各村や神社との間で紛争が絶えなかった。明治の神仏分離と廃仏毀釈によって、主験道の性格を失い、小持神社となった。社格制度では豪社に列せられている。かつて山伏が利用した山道が登山道となっている。 例祭日は毎年5月1日と定められており、この日が小持山の山開きとなっている。小持山地図修験道時代に古くから山伏が利用した登山路が数多くある。主なものとして南麓の小持神社からのルート、再六の旧三国街道中山峠からのルート、北西六の高山村、元宿からのルート、東六の沼田市から小峠を越えてくるルートがある。 このうち小持神社経由の南ルートがよく整備されており、そ林寺、やしじ、小持神社と奥の院を抜け、屏風岩、大黒岩、柳が、峰といった岩場を経由して山頂を目指す。道中は急斜面や切り立った岩壁を鎖やはしごで登ったり、トラバースを要する。地元の渋川市ではこのコースの難易度を、中上級車向け、山戸警告車、 文献登山ガイドでは危険度を5段階中の3、秋文め車、山と高原地図では足場が悪く山慣れた、人向きと位置づけている。その分、目も眩むほどの断崖絶壁に囲まれた大黒岩の頂上からの展望は広く、関東平野の利根川流域を一望するほか、春な山や赤木山、この南ルートには岩場お酒、おねずたいに、墨釜、浅間、牛十二、 大だるみを経由して、柳が、峰に至る、比較的なだらかな迂回ルートもある。なお、南ルートの登山口へ至る林道では、2016年6月に落石や道路崩壊があり、2017年5月現在で、車両の通行はできなくなっている。南ルートでは、小持神社から、蘇華岩、仏岩を経由して、隅浜へ出るルートが、利用可能となっている。小持公民館にある、 群馬用水の記念彦持山の山麓には、縄文時代から古墳時代までの遺跡があちこちにあり、住居跡、墳墓、農耕跡などにより人の定住があったことが知られる。とりわけ、南麓の戦場地にある黒い棒遺跡は、畑作の大規模な遺構で、東日本を代表するものとして知られている。また、同じ地域にある押出し遺跡からは、稲もみの跡が残る北九州風の音楽川式。 弥生土器が出土しており、稲作が伝来していたことの証拠と見られている。しかしこれらのほとんどは、6世紀から7世紀にかけて、起きた、春のやマニッタ家の大噴火に伴う土石流や、膨大な量の軽石によって埋没し、瞬時に滅びたものと推定されている。中世になると、小持山南麓扇状地の一体は、白いほとして資料に登場するようになる。山須その扇状地は、 農業用水に乏しく、江戸時代にはもっぱら養蚕が行われた。山林は小持ち神社の車両が置かれていたが、周辺の村とは入会地としての利用や推理をめぐって騒動が絶えなかった。近代になっても養蚕中心の畑作地帯のままだった。1969年に群馬用水が通じ、農業の多角化の取り組みが始まった。これに合わせて、 戦場地の区画整理が実施され、稲作への転換が大規模に推進された。これにより区は栽培は途絶え、養蚕農家はほとんど見られなくなった。ところが間もなく国の減炭政策があり、稲作もあまり行われなくなった。一帯では利益率の高いこんにゃく栽培が広がり、小餅産南独の主要な農産物となった。小餅山周辺の交通網道の駅小餅。 関東地方と北陸地方を結ぶ交易路は小持山登録の利根川の峡谷を避け、小持山と小野小山の間の谷を経由して南北に通じていた。これが江戸時代に整備され三国街道となった。中世から江戸時代初期にかけては小持山の南山独に造営された白井城がこの交通路の要衝となっていて白井藩の城下町として商業や流通を担って栄えた。 しかし、源那九年に廃藩となり、城が破却されると、渋川にその地位を譲るようになっていった。西六には三国街道が通じる。高崎方面から来ると、南の戦場地の生端にある横堀軸を経て、小野小山との安部の中山峠を越え、中山盆地へと入る。ここには、中山軸が置かれていた。明治時代までは、三国街道は、 東日本の流通の大動脈として利用され、特に新潟方面からの年貢米や酒などの輸送を担って栄えた。しかし、明治末期に薄い峠を越える国鉄新越本線、昭和初期にア戸ド渓谷を通る上越線が開通すると、関東と北陸方面の物流は新越本線が担うことになり、三国街道は衰退した。 国道17号や関越自動車道も渋川から沼田まで小持山の登録を通るルートとなりた。かつての三国街道は今は群馬県道36号となっている。このほか北陸を権原峠経由で国道145号が東西に横断し、沼田市中心部と東郡中心部の短絡路として利用されている。 1970年代から1980年代にかけて上越新幹線が建設された際には高崎市から新潟方面への短絡のためかつての三国街道のルートに相当する小持山と小野小山の直下をトンネルで通過するルートが選択されたこの中山トンネル建設工事は当初の見立てを裏切って歴史的な難工事となった標高は資料によりばらつきがある 1296.4メートル、1296メートルなど、国土地理院の2014年の標高改め山による一等三角点の標高は1296.23メートル。ここでは最も新しい2017年の値を採用した。従来は、これらの溶岩ドームは小持山の川火山であろうと考えられていた。 しかし年代測定により小持山の火山活動とは400万年もの時期のズレがあることが確認された。このことから岡山大学古代地球研究センターの飯島義氏は両者が別個のものと結論付けている。これらの溶岩ドームの名残を今の小持山の登録に当たると根川沿いの綾戸渓谷,谷にある JR 東日本上越線の岩本駅付近や再六の道山地区は 小持山火山の最古の活動時期が140万年前に遡ると結論付けた。飯島はこの火山活動をアヤド活動期と命名している。普通は男性が女性に対して子作りをしようと誘っているものと解されるが、この歌には特に明確な主語がないので女性が男性を誘っているものと解釈することもできる。平安時代成立の古今和歌六条では、 この歌の下の句を根元あれは思う汝は、あどか思うではなく、休むと思うを妹はいかにぞとして採録しており、男性から女性へ呼びかけたものとして解釈されている。新東州自体は南北朝時代の成立とされる。赤木文庫は国文学者の横山茂が収集していた、気候本のコレクション、岩筒の目、岩筒の音体をなす女神、白井城参照。 ありがとうございます。